引き分け以上で本大会出場が決定する世界王者ドイツ、開始分ルーニー、強烈な代表初ゴールで先制、勢いに乗ると、さらにゴール前バーグナーが反転から追加点、そしてフィリップ・ラームの後継者といわれるキミッヒがダメ押し、予選9連勝で38ゴールを奪った世界王者がワールドカップ連覇へ名乗りを上げた。グループ F は予選負けなしで首位に立つイングランド、アディショナルタイムエースハリー・ケインが決勝弾、自力で6大会連続の出場権を手にした。グループ G では24年に及ぶ予選無敗記録を61試合に伸ばす無敵艦隊スペイン、絶対的な司令塔に成長したイスコがパスで見せる。まあ、このシーンなんですが、イスコですね、ボールもらってノールックなんですよ、はい、まあ、確かに後ろにシルバー走ってるんですね、だけどこれあえてこのロドリゴの胸に向けてパスを出してますね。これが絶好調ですね、イスコ。そしてゴール前パスを受けたのはそのイスコ、このワンゴールワンアシストでスペインが無敗記録を伸ばしワールドカップ出場を決めた。一方グループ A で3位と苦戦しているオランダ、格下のベラルーシを相手に3点を奪うが、ライバルのフランス、スウェーデンが共に勝利、順位は変わらず前回大会3位オランダの出場は絶望的となった。